はいどうも、アキです。プロスピエースやっていきます。はい、300万ダウンロード記念3夜連続10連スカウト、第3夜目最後の動画となります。はい、昨日一昨日の動画に関しては、右上愛のところからどんどん辿っていくか、概要欄のプロスピエース再生リストからぜひともまだご覧になってないという方はご覧ください。はい、特にね、昨日のガチャ動画なんかはね、すごいあれがあれであれな感じになりましたね。はい、というわけで最後引いていきましょう。で、ここですよ。最後 S ランクの確率2倍 &1 枚確定ということで、何人出るのかっていうところで、しかも自チームの選手なんで、一番ね、最初の初日に言った通り、もう僕はソフトバンクは明石以外だったら誰が出ても強化されると。しかも明石、松田、そして誰だったっけ、五十嵐以外は持っているっていうところで、もうね、限界突破していこうが僕はむしろ強くなりますので、ソフトバンクもう強化していきましょう。ソフトバンクの選手本当にね、基本的にみんな強いんでね。はい、ということで最後いきます。2枚出てくれると嬉しいですね。これは調子くんは絶対出るよね。だからいきます。ソフトバンクになってますね。はい、あれ、調子くん出ないんだ。出なくてもね、演出的に出ることあるんで、これ確定の時は必ず調子くんが出るってわけでもないんだね、演出的に。はい、さあ誰が来る、誰、アカシ言っていたら、アカシ言っていたら、アカシもね、現実世界だと強いんですけどね。なぜかと言いますと、セカンドがね、最後に見ますと、例えばアカシ、今引いたアカシなんかは、S の2として、能力こんな感じですと。59、62、78、守備 C ですね。はい、これ覚えておいていただければと思います。足速いんでね、いいと思うんですけど、そこは。で、僕はですね、楽天の藤田も持ってますね、セカンド。はい、さっきより能力高めですね。走力だけ落ちるんですけど、守備 A なんでね。しかも藤田はショートを守れるんで、ショートをしてるんですけど、はい、あともう一人セカンド持ってまして、横浜の石川ですね。はい、こんな感じですと、能力。というわけでね、明石よりね、能力高めな人たちを持ってるんで、明石って他の適性はないよね、多分。これがもしサード適性なんてあるなら、嬉しいけど、セカンドがもうすでに C だもんね。はい、そうなんだよね。悲しい。はい、というわけで、今回のね、シリーズは、ご覧いただければ、僕は勝ったのか負けたのかっていうところはね、皆さんお分かりいただけると思います。ただ S ランクはね、もう図鑑みたいなもんなんでね、もう全員レベルまで持っといてあげましょう。はい、というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。今後もね、プロスピの動画いっぱい出してほしいっていう方は、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります、いろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。あ、でもそうっすね。そうじゃん。今、明石引いてちょっと落ち込んだんですけど、今、ぐっと心が晴れやかになったのは、けど、イデホって結局残んのかな。これ、もしかしたら、この動画出した後に残留決定かどうかとか、てか、ちょっと今調べてみる。イデホ残留とかで。ちょっと撮影日段階ではもしかしたら決まってなくて、その撮影日以降にね、決まるかもしれないですけど、イデホって結局どっちになったんだ？イデホは、まだ、撮影日段階では何も決まってなさそうかな。撮影日段階では正式な決定はまだ決まってなさそうだな。イデホ。シルエットが問題がね、その、まだ王監督2月以降も残留のあれを待つって書いてますね。はい。何が言いたいかって言いますと、その、コンボ的な話だよね。全部オーダー、ソフトバンクとかで埋めれるとめっちゃコンボ上がるんですよ。なので、むしろそれが S とかでできればすごいことになるなと。キャッチャーはまだいなくて、なので、松田じゃん。ここだから外野手、レフト、内川回す、レフトに、で、イデホ、でここが明石、
ショートがいないか、今宮引かないとね、今宮引いて、でキャッチャーは鶴岡を僕 A ランク育てているので、あ、けどもしかしてもう食わしちゃった、あ、食わしちゃったバカ、特訓に使っちゃった。まあけどまた引いたらちょっとそういうのもあるからっていうので考えとこう。はい、鶴岡スルーとかで純正チームができるぐらいソフトバンクの選手を持っていますので、ちょっとそういうのもねやってみてね、これくらいコンボすごくなるよとか動画にねできればね面白いなと思います。はい、というわけでまあまたねそういう動画とかも撮っていきたいなと思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。